ヤゴヤ。今日のガヤガヤは、あのアマゾンが展開する日本をつなぐという取り組みに協力されている方が仙台にいると聞いてやってきました。それがこちらです。ボディープラス入ってみます。こんにちは。こんにちは、デビット・ホルトンと申します。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどんなお店ですか？ここは、スポーツサプリメントの製造販売しています。そうなんですね。アマゾンの日本をつなぐっていうのはどういったものなんですか？アマゾンに出品している全国のいろんな会社のものづくりへの思いを紹介するプロジェクトと聞いています。私のムービーは今ウェブサイトで見えます。19歳の時、お母さんが日本に行ってみたらっていうアドバイスをくれました。みんな優しくて安全な国でびっくりして、そのままずっと仙台にいました。すごいかっこいいムービーでしたね。ありがとうございます。この初めて仙台に来た時のことを覚えてますか？はい、覚えてます。僕はカナダ出身なので、仙台に来て、緑が多くて、人が優しい、本当に住みやすい街と思いました。